キャスリーン・ハンナは、アメリカ合衆国出身の女性ミュージシャン、アーティスト、フェミニスト活動家、フェミニストによるパンクロックである、ライオット・ガール・ムーブメントの先駆者、パンクジンライター。1990年代初頭から半ばにかけて、彼女は、フェミニストパンクバンドである、ビキニキルのリードシンガーだった。その後、1990年代後半から2000年代、初頭に、ルティグラを組んでいた。 2010年以来、彼女はザ・ジュリー・ルインというソロプロジェクトでも活動している。ドキュメンタリー映画が2013年にシーニー・アンダーソン監督によって作られ、ザ・パンク・シンガーというタイトルでハンナの生涯とキャリアを描き、ライム病との彼女の長年にわたる戦いを明らかにした。彼女はビースティ・ボーイズのアダム・ホロビッツと結婚している。 1997年にビキニキルは解散。はザジュリー・ルインと呼ばれるソロプロジェクトを始めた。オレゴン州ポートランドにいる間、彼女は友人であり、ジンの編集者でもあるジョアンナ・フェイトマンとザジュリー・ルインのライブショーに取り組み始めた。このコラボレーションの結果、二人は G.B. ジョーンズの映画にちなんで名付けられたトラブルメーカーズというバンドを結成した。 これは、フェイトマンがアートスクールに通うために、ニューヨークに引っ越した時に終了した。彼女はすぐに、ニューヨークに移り、映画制作者のサディ・ベニングが加わって、ルティグラという別のバンドを始めた。ルティグラは、ザジュリー・ルインと一緒に探求し始めたサンプラー主導の、サウンドに似た、よりエレクトロニックなスタイルの音楽に基づいていた。 彼女はそれをパンクフェミニストエレクトロニックジャンルの一部と呼んでいる。母親の影響で幼少期からフェミニズムに興味を持った、彼女は1980年代後半にエバーグリーン州立大学に通った。彼女はアルバガストとカーランドと一緒にエイミーカーターというバンドを結成し、美術展の前にショーを開催した。その後、彼女は ビバキネバルと呼ばれる別のバンドを開始し、解散前に2ヶ月間米国をツアーを行った。オリンピアに戻った彼女はザゴーチームのパフォーマンスを見て、エヴァー・クリーン州立大学の学生とトビー・ベールとのコラボレーションを開始した。このバンドはビキニキルと名付けられ、1990年代初頭のワシントン州の音楽シーンで影響力のあるバンドとなった。 バンドの目標の一つは男性が支配するパンクロックシーンに加わるようにより多くの女性を刺激することだった。彼女はビキニキルのメンバーのトビー・ベールとニルバーナのカート・コバーンが交際している時に壁にカートはティーン・スピリットの匂いがするカート・スメルズ・ティーン・スピリットと落書きした。後にこの言葉は曲名となる。アルバムシングルコンピレーションアルバムアルバムシングル。 E.P. ビバキネバルスツレザーフェイクス。ありがとうございます。